若です井上ウェバーです。ナオミリサタでございます。よろしくお願いします。えー、何を教えてくれるのかなと出た。はい。うん、はい。第一次森リアス大戦と比べて、今、うんうん、今の代表って若手が少ないって本当。うん おいしますえ分かって、多そうに思いますけどねまあ正直ね、正直なんかよくあのメディアで言われるのが結構あったんで、うんはい、そこから考えると、なんか若手少ないよねなんて結構言われたりするもんだから、果たして本当なのかどうかってところ、ちょっとデータ踏まえた上で見てみましょうよって話でございましたうで、んまあ、を促してるけど、まあ、主力でいうと、そっか、カタールからのそれは結果出てるからね。 これはそうなのね。これは。その辺の話でしょということ。はい、ということでございます。なんで一回。はい、よろしくお願いします。はい。ということでいきましょう。こんな感じです。まあ。なんかイメージ先行でこう語られるこう疑問が疑問みたいのがあって。前回の語る大会前の最終予選比較で言うと、なんかパリ世代、まあ東京世代に比べて、パリ世代の勝者がなんか少ないように感じるみたいな声が結構あるんですよね。 ってことで一体じゃあ前回の最終戦いろいろこう比較しながら、うん、若手ってどんだけ今いるんだろうねみたいなことをちょっと感じてあと前回もどんな感じだったんだろうねああってことすがってことよろしくお願いします。うん、ってことでマス、まあ、さん意外とさすが見る若7年生だなともう早速思っちゃったんですけどそもそも結論的に言うと。うん 若手多いいよねって僕も思いました正直なんか疑問というかいろいろメディアからするとパリ世代が全然来てないっていうふうに言われたりするんだけどこれまずこれ表示したのがあとは一応ピンクはまあパリ世代ではないんだけど東京世代の最年少世代2000年生まれっていうところもちょっと入れてみたんですけど。 思えば前回のこれ中国戦バーレーン戦の時は細谷であと竹財運がそもそもパリ世代なのでその二人を入れて考えちゃうと細谷竹、高井望月財運ってもう5人いるんだなっていうところだったし。 で中村家と菅原紀に谷ってねパリ世代の1個上軍団で勘も入れていくと27名中8名も若手がいるっていう考え方をできるのかなってところででした一応、今回呼ばれている、今、ま、回、あ、ちょっとあの高井君がね、えー、呼ばれたけど怪我になっちゃったってところもあるんで、はい、高,井高井君、関根君含めて合計28人って考えていくと2000年生まれ世代が4人で、パリ世代が6人なんで、うん、実は3分の1が若手なんですよね、よく考えると。うん だからなんかメディアで呼ばれてるほど、なんか若手の突き上げがないとかって、よくそういう記事、多いんですけども、こん,んなことなくねえかっていうところが、ちょっとまずは出てきたぞっていうところではありましたなるほど、ね、でも意識的にはね、うん、あのその下のレイヤーも読んでるイメージもありますしね、だから。なんで、ねうん、じゃあ、前回の最終予選、いわゆる3年前ですよね。うんはい どんな感じだったかまさも我前回が東京が来すぎてたんですよっていうのは地元開催だから強化に力入ってたわけでしょそうなのよでそっから海外にバンって行き出して日本人のプライオリティも変わって世界でおけるねそしたらまあ今大会と単純比較はできないよねできない、ね、その次も来てるけどその上も来てるっていうことだからねそうなんですね以上でしょそういう話でしょ今日 <laughs> 終わらせんなん、ね、もっと深い先生のあります方 <laughs> ねちょっとはい。 ちょっと、ね、興味深い辞書があったんで、でょはい、ちょっと次の表からいろいろ見ていただいてもいいですか、す文字ばっか出てくるんですけど、はいえー、メンバーリストみたいなもん、これはですね、3年前、要はカタールワールドカップに向けての最終予選のところの、はいはい、最初の4試合のところの、はいまあ、東京世代のメンバーだけ、まあ、パってこうリストアップさせてみたよってところでございました。はい あのもうま,まだ皆さんも記憶に新しいかもしれないあの負けた初戦のオマン戦、東京世代、実はスタメンに誰もいませんでしたいや、そうなんですね。<laughs> えー、で、あの、まあのまコロナ禍だってこともあって、あのあとね、ちょうどヨーロッパにみんないろいろ行き始めたり、移籍がーとかってこともあったんで、うん、富安選手が最初呼べなかったりしたんですよね、オマン戦ね。はい あと板倉選手が呼んだんだけど、あの初戦前に怪我で離脱しちゃったなんてこともあったり、うん、実は東京世代は,は、ま安、あ、一応パリ世代だけど、武、あと中山谷という4人だけがまあ呼ばれていたっていうところでもありました、うん、あと、うん、ある意味、今とそんなに変わらないぐらい、むしろ竹とザイオンが主力で定着している分、今のパリ世代の方が、なんだったらもう主力化してるかもしれないなというところがありまい でその後の中国戦ではまあ勝ったスタミナ竹富康がいたりしたとかってことがあったんですけど、うん、まさにもう丸3年前、うん、同じタイミングでサウジ戦オーストラリア戦だったんですね思えばね3試合目サウジ<ー>4試合目オーストラリア戦。 そのサウジ戦では、うんえー、東京世代でのスタメンは冨安選手だけでベンチに三好、田中青、中山雄太、谷がいたけど誰も出なかったでベンチ側に橋岡、堂安というところがいました後は、まあ、じゃ怪我でいたやつしたのかな。でそこでサウジ戦では負けたから、うん、フォーメーション変えなきゃいけねえっていうふうになって4試合目のオーストラリア戦で田中青のゴールが生まれる低いやつね ささにして<う>はいそうなんだよねうん、うん、ってことでも右側にはずっと書いてましたけれどもさらに日本当サッカー変わったもんね歴史がはいはいはい。ってことでだから最初のこの10月シリーズまでの4試合でもう右側に書いてますけどまあ、さ三笘大前あやつとかまだ最終戦に来てませんでしたの えー、そしてこれ俺スタメンとか書いてきたから分かると思うんですけど確かに富安選手は主力って言っていいと思うんですよ最初のオマーン戦だけは移籍があったんで、うんえー、いわゆるスタメンいなかったですけど、はい、富安だけはまああと堂安そのあたり主力って言っていいと思うんですけど。うん 板倉浩なんてまだ呼ばれてるけどベンチにも入れないぐらいのレベルだったんですねまだね3年前の。吉田麻也吉富安あとね上田直道佐々木翔太のその辺りそうか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 そうそうだ。あと庄司え中谷慎之助とかいましたほど今言ったので分かると思うんですけどなんと谷口翔吾もまだです。ううそそそだね、か <laughs> びっくりしました。ねなるほどね。えー、どううそうだったかと思っちゃ。ってちなみに、三苫大全がやってるところなんて、誰がやってたのよ。と、その時はね、おんおんまだね、左ウイング。南の,南の匠。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。で、控えとかに、原口元気とかでしたね。うん、もうちょっと南のうちで使いたいよね、とかってよく叫ばれてた頃だね。そう、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 そう。なるほど、なるほど。 だだったんだけど確かに三笘君すぐ呼べっていう声もなくはなかったんだけど、はい、そもそも東京オリンピック前のところで怪我しながらあのサンジルワーズ行ったっていうのもあったから怪我、うん、と遺跡のダブルパンチだったらある程度慣れさせてから呼ぼうみたいな流れだったっいうんだったなるほどそう、はい、なんで、はい、ある程度慣れてきた、はい、これいわゆる前回大会の11月シリーズ以降ってのここにいってるんですけどやっとみ三笘薫が呼ばれてベンチに入るようになりました11月シリーズから。はいはい こっからやっと10人ぐらい呼ばれ始めた感じになってきたんですね。青富安がスタミ三笘堂安中山板倉谷がベンチで旗手大善綾瀬は呼ばれたんだけど、うん、まだこの頃はだから今でいう関根望月藤田常流チーみたいな<ー>ベンチ外っていうところだったん、ね、あなるほどね。あ 三年前のよりすげえ変わったなって思いますね。本当だ、なんかね、こっち上書き上書きで主力の、ね、頭に入れちゃうから、あれだけど。そうなのか。うん、そうなんですよね。はい。 で、ここすごいのがこの11月シリーズあと12月ってところで今度中国戦サウジ戦とかあるんですけど、はい、当時は伊東純也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 って4試合連発してたんですねああその時期だキレキレのいいですねイナズマ純也の方がついた頃だイナ純也ですね,ね、はいはい、4 3 3になってウイング大活性時代が訪れてっていうところで、うん、ここで4連勝していい流れださあその次最後3月シリーズの初戦オーストラリア戦で決めるぞっていうところで、うん ミトマカ、俺ミトマカールの二点が生まれたってとそうだそうだ。<え>ままだ行きますこの子はみたいな思いましたね。<laughs> そうですね。立ってる立ってる立っる守なくていくの行くの行くの,行くのちょっとこれ行ったらダメよちょっとガダの入ったでしたね。<laughs> ねでしたね。そうなんだよね。前列に国民的スターにここの日から。そうなんですね。はいはい、ただまあそうそれでもだけどミトマくがもう全然我々も覚えてるオーストラリアすごい活躍したんだけど。はい 途中出場なんですよね、それでもまだその時ってね。ああ、でしたと思います。うだからいわゆるスタメンを、まあいわゆる主力みたいな言い方するんであれば、東京世代とまだやっぱり、青板倉だけだったんで、その日もスタメンに名を連ねていたのは。たけはたけはね、怪我かなんかだったんですよ。ああ、そうですね。いや、ベンチにはいたのかな、この時。で、次のも、一応、ワールドカップのあれは決めた。後 はいはい、決めた後のベトナム戦はもともと控え組だったような綾スたちがバーッと押すために名を連ねてきた、うん、っていうところがあったけどまあ引き分けで終わっちゃったってところでしたねと。本大会決めたらガラッと増加次世代を入れてまあ結果はドローになっちゃったけども、うんはい、こっから始まってんだ。 そうななんだよねねるほど、ね、ーこれは象徴的ですな先生。ですなーはあはあはあ。だからはあ、はあ、しかもこの後よ、はい、あとよ6月シリーズでブラジルとかと戦いますけど、はい、そこでデビューしたのが伊藤弘樹って名前いますからねあとね。うん、あそうか。だか最初やってないっすね<あ>まだ彼1試合もそうです、ね。結構彗星のごとくというかね。ジュビロから行って向こうにアンダー23で うん。上上がったみたいな。ね。今やバイエルンでしょわからん、もうすごいですね。わからんね。ああ、そっか。そうなん。このチームが今の主力になってるってことだもんね、このベトナム戦からの。ということでございます。ねということは、今日の話は。っていうことで。で、しかも、まず前回は。コロナ禍があったんで、最終戦も一年後ろ倒しになったんですよね。 なるほどねだからワールドカップあ,あと残りそうこの時なかったんだけどだ今回なんていうのはむしろ逆で 1> 1最終予選は別に現状のメンバーである程度乗り切って、うん、その間で。 今やってるみたいに四五人ずつ若手のメンバー慣らしていって、うん、どうせ早めに多分最終予選も突破しちゃうんで二、はい、回目の対戦目のあたりから若手使い出してって、はい、その後一連じっくり先日煮込んでいきましょうってのでいけそうなんじゃないですかもっともっと本大会では変わる可能性がありますよってことだよねあるんじゃないですかねオカオカしてらんないね今のゴリゴリメンバーもそういうことですねなるほどでもこの時はねやっぱサウジ にクハを舐めさせられて変えざる得なかったっていうタイミングがあったけど、ね、今回うまくいってるからね。うまくいきすぎてますからね。うくいってこのままで別にいいじゃんっていうのまうま <laughs> くいきすぎて早く出場を決めたら逆に変えられちゃうっていうこの矛盾。<laughs> ね、逆に次世代になんか渡されるみたいなそれたまたまじゃないね確かに。<laughs> たまったもんじゃないね。うん、そこはなんかもう見せないといけないね。 そのマネジメント切り替え、どうやっていくのかってことだよね。うん、そ,ねそのあたりも楽しみなんで、うん、だから、もしかしたら、最終予選、最後のあたりとかも、こんな感じとかもありえるかもしれないですね。若手、一回、うはい、もう積極的にもう起用しちゃおうぜってので、黄色が要はパリ世代のメンバー、ピンクが2000年生まれ世代メンバーになりますけど、半分ぐらい、若手なんてこともあるかもしれないですね。あなるほど、ね、どんどねんん出していいこうとうと、ん、そうですは 塩谷君だけどロス世代一人入れたりもしましたけれどもこういうメンバーがだから定着してますよっていう時代も訪れるんじゃないですかもしかしたらね、うんうんうん、なるほどね,だ<け>ねあれじゃないですかあの、まあ、こ,こ,ここに一応全員入れちゃったけど、はい、例えば C の決勝トーナメントに残っちゃってるから皆さんはちょっと一かお休みしていただいてとか、うんうん、まあそうだねその辺のそういう時期があってもいいかもしれない、ね、そうだねまあ休ますって大事だけど、うん、そのどう伝えるかとかねマネジメントも問われますね、うん、ただその辺は、ね、今の日本は割と得意な時代かな得意な気しますからねはいなんだか最終予選後半だったりだとかうん、うん、なんだから最終あ後でも伊藤弘幸選手の戦でもありますから新しい世代が主力化するタイミングが後半 後の方、来年以降で、全然問題ないんじゃないですか、という話でございましたまず、それを言ってくださいよ、一年ずれてたってこと、それがすべてじゃないですか。上手な構成いただきました、今日ありがとうございました。見ていきましょうね。そうですね。また、恐れでありますからね。上だったら、絶対譲りたくないですけどね。いや、絶対譲れない。その攻めぎ合いの中で、ね、本大会まで、いいせめぎ合いをして、本大会。 ね、ええコンディションでいければいい子ってことですからねこれねそうですねーーで次にで歴代的にも繋いでいかなきゃいけないだから結局若手を使っていかなきゃいけないっていうのはまあまあまあそれはそうなんですよねええー、若手の時はそう思いますけど別だったら知らんがらと思うよね,それはね <laughs> 選手はいつだって出たいんだからそうなんだよなそのせめぎ合いでございますねありましたはいおはようございましたあまいやってました登録ぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いします高評価ボタンそしてステッカーでそしてチャンネル登録そしてタオルマフラーそしてイベントをやっております一つよろしくお願いいたしますはい。ゲスト決まりました。MC たちさん元坂キングねそして中津市サポーターのおじさん普通の土井さんね。 そして、ものまねのシンディが来てくれることになりましたよ。シンディさんだ。はい、ありがとうございます。ということで、ございます。概要欄からチケット予約できますので、ぜひね、お願いいたします。残りは2かとなっております。お願いします。井上ーでした。ありがとうございまう。先生は、その日は、あの、何してんね孫の結婚式があるんで、これだい。あ、ほれ、いい。はい、じゃあね、またね。またね。